さて、それでは今回はサンフォールズ・アベニューという新しい山に移ってきました。まあ、そのうちの一つ目ですね、サンフォールズ・アベニューは、とにかく坂が多いです。上りの。で、速度が落ちてしまう、スプリントできないという場面がすごく多かったかなと思います。じゃあ早速見ていきたいと思います。まずこれが一つ目なんですけども、コースは全部無視してまっすぐに下に降りていきます。手前方向に。本当はね、左に一回ぐるっと回っていく、曲がっていくコースなんですけど、まっすぐにこのルートを使って、手前の岩でもジャンプできるので、ずっと崖を降りながら下っていくと、ここに岩があって、これでね、滑れるようになってるんで、まあこれがまあ最短コースじゃないかなと思います。本来はずっとこう左側を曲がってくるようなルートになると思います。で、この次は、ここをジャンプして、で、まっすぐ木の間ぐらい本当は抜けてもいいかなと思うんですけど、この切り株の左側、ここですね。ここにもこう滑る岩があるので、で、この辺、まあ、まっすぐにこうコース取りできてるから、まあ、セクション1、2はこういったコース取りになるんじゃないかなと思います。で、3はもうまるっきり違います。こうやって登っていくと手前を、道が出てきます。本当はもっとまっすぐに奥に進んでいくんですけど、手前を登っていくと道ができて、そしてこの岩場があってもジャンプなので、おそらくこれはもう最短コースになるかなと。ただ馬力が出ないんで、このスプリント上のゲージ見ててもらうと、もう真っ赤っかになって空になる場面っていうのがたくさん出てくるんですよ。この山の部分だから、何か方法があるのかなとは思うんですけど、とりあえずまあそこの加減を見ながらね、最短ルートを、探してみました。今のも大体まあそうかなと思うんですけど、ここが一番分かってていけないルートでした。奥に曲がっていくんじゃなくても、まっすぐに降りるルートがここにできてます。坂を下っていくルートで、これが2回連続するので、ここはもうちょっと何度かやって、この岩場の位置を自分で覚えていくしかないかなと思うんですが、全部のこの、S 字クランクを全て無視しながら降りていくので、おそらくここをどう利用してどう下っていくかが、このコースの時短になるんじゃないかな。もう慎重に降りるしかなかったです。覚えれなかったので。こういう感じで、本来はね、奥側の、坂をずっと降りてくることになるんですけど、全部無視できるから、まあ、自己ベストになりました。で、ここもまっすぐじゃなくて手前、だいたいルートがあるんですけど、岩場飛んでいくと、これ実際はこうまっすぐにずっとぐるっと回り込んでくる道なんですけど、すべて無視して、岩場からジャンプして、登っていくことが、うちも見てくることができる。ちょっとここいろんなギミックがあるんで、結構丁寧に行かないといけなくて、長いな、大変やなという印象でした。で、これももうスプリントが足りなくなりました。足が足りないっていう状態になるので、これも難しいかなと。まあでもベストは出しやすいと思います。結構時間短縮するコースが多いので、これも無理やりこの坂、ここがもうとにかく足の力食うんですけど、降りていくと。これはまあなかなかの時短コースじゃないかなと思います。全部無視して、手前に来てもすぐゴールなので、まあもう少しスプリントさえ坂に負けなければ、自己ベストというか全体でもいいタイム出せたんじゃないかなと思うんですけど、で、この辺は、まあ、ジャンプ活用してですね、このジャンプ本来はないんですけど、無理やり、まあ、今のコースからジャンプで、コースカットして、ただもう足が、とにかくこの、ゲージがゼロになることが多いと。やたらとこう、スプリント力が試されるところなんですけど、制限されるっていう感じかな、イメージとしては。で、これがゴールです。ちょっとわかりにくいんですが、一応これで、トータルタイムが2分45秒かな。で、目標が3分30とかなので、まあ、2分台出してればおそらく全部、エキスパートまでクリアできるんじゃないかなと思います。で、コースのタイムとしてはランク的には右側ですね。1本目、それから第7セクション、第1セクションのこの2箇所がまあまあ、早い方なのかなと。これ初めてやったので、詰めていけばね、もう少しいけるかと思うんですけど、一応まあ、ノルマはクリアできるコース取りなので、で、あまりスプリント入れずにね、やるような形になりました。もうコースカットに専念するようなやり方で、やっております。
まあ、この解説動画も初めて長いんですけども、高評価もなけりゃ視聴数も回らないということで、果たしてやるべきかどうかわからないんですけども、ゲーム自体はね、すごく面白いので、もう少し続けてみたいと思います。もしよかったら、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいもの。